こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ロールについて質問があったので、まとめがてらちょっとドラムロールをまとめてみました。ロールって何っていうのと、シングルストローク、ダブルストローク、プレスロール、バズロール、オープンロールとクローズロール、みんな違うんですね。その解説とロールに対するアプローチと奇数のロールについてお話ししていきたいと思いますね。それでは始めていきましょう。はい、ロールって何？長い音をスニアドラムで表現する方法。スニアドラムっていうのは、まあ要はもう短い音しか演奏できないわけだから、こう細かい音を演奏することによってタカタカターっていう風に長い音を表現したかったわけですね。だからロールっていう長い音を表現する手法のことを言います。なのでシングルストローク、ダブルストローク、どっちでもロールはこういう風に、シングルストロークでもダブルストロークの方が、まあロールをしやすいので向いてるっていうだけで、別にロールとしては全然問題ないですね。プレスロールとバズロール、どちらも座面に押さえつける。プレスのバズっていうのも、まあバズ、まあ音の表現方法でたまたま名前が違っただけなので、こういうのを押さえつけるのをプレスロールと言います。で、オープンロールとクローズドロールっていうのは、僕はもうバズロールのことは最初、これが要はクローズだと思っていたんですが、これは僕が教わった先生には聞いたらですね、右手が鳴っている間に左手の音がスタートして音が重なっている状態のロール、これをクローズ、要は音がクローズしてるから、要はこういうバズロールでもこれはオープンロールなんだと。これね、1212のタイミングで1212で手が上がると、これは結局そのオープン、要はこう開いてるからじゃなくて、こうクローズっていう風に、要は右手の音が鳴って1 2 n c n 4 n 1 n 2 n c n 4 n エンドのとこまで手がずっとこうロールが鳴ってる状態のことをクローズドロールといって、いわゆる音が滑らかになる、途切れる瞬間がなくなるので滑らかになりますよね。そのことをクローズドロールというそうです。でロールに対するアプローチとしてはですね、タッダラータッダラーっていうのをここで表現したいわけですよ。そうするとタタカタカタっていうことで、そうするとこことここは、これは音が、要はこれは残響音を表現しているので、これだとタタタタタってリズムに聞かれちゃうので、タタラータ、これダブルでもでもいいし、シングルでもダブルでもどっちでも構わない。で、6連符になると、ダブルと反対から。ってやると、解像度が、こう、要は、音がこう、なんていうんですか、モザイクが薄いというか、細かい感じ。だから、細かいと長い音にな、まあ、聞こえやすいというか、滑らかな感じがするということね。32分だと、だからタンだん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 解像度がきめ細かくなっていく感じになるわけですね。で、ここに関してはこのロールの数を指定されている教材はたくさん、オールアメリカンドラマーとかも指定されてますが、ナードなんかだと指定されてないので、自分のやりたい方でやっていっていただければいいっていう形になってるんですね。だからテンポにもよるんですよ。だからテンポが速いとこれちょっと無理なんで、だからこのテンポぐらいだったら、まあ5でいくとか、このテンポぐらいだったら7でいくとか、まあそういうふうに、ここは5、これは6連符って書いてありますが、ここの音まで含めて7、ここまで9になるので、だから11とか10とかいろんなロールを覚えなきゃいけないのは、こうこのテンポで自分がはめ込めるテンポのロールを覚えておくってことなんですね。で、そうするとなんかの教材ですごく5が多かったんですね。5とか割り切れない音がすごく多くて、でこれは何でかって話をすると、まあ、いわゆるそのロールっていうのはでやるとたタカ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 タっていう、こう要はリズムが聞こえるわけじゃないですか。それがこう5だとどうしてもタカ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 って整数倍じゃないので、どうしてもこう大きく滑らかに聞こえるので、滑らかにしたいからわざと奇数選ぶんだよみたいな。だから5よりも
よりも7の方が要はなんかこうリズムというリズムがこう出にくいので、どちらかというとこう滑らかなこう長い音って感じがするし、これとドララドララって聞こえるじゃないですか。なので、質問者の方はやっぱりどうしてもロールをやってるとリズムが分かんなくなって頭がずれちゃうっていうんですけど、僕ら必ず数えてますね。でプレスロールなんかにしたりとかするときはドロロロロっていうふうにちゃんとドコ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 最後の音がほとんど表現しなかったとしても、タカ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 うんとかで、これが奇数だとという具合に、使い分けてるという形になります。まあロールはみんなぶつかる壁だし、僕もじゃあすげえうまいかって言ったら今のを聞いていただくとそれなりに荒いんで、ここはもうどんだけきめ細かくするか、どんだけ揃えるかっていうのはまあ一生のテーマになると思うので、じゃあ揃えば音楽的かって言ったらそうでもない、要は揃えれるけどわざとこう今みたいに5で揃えないようにしたりとか、まあ揃えてるんだけど、だからそのぴったり揃えばいいってもんでもないし、なんていうのかな、なんてこうパソコンのあいうえおっていう文字ってポーンって印刷されたやつってそんな高くないけど、こうあいうえおってこう書道家の人が書いたらずれまくってるじゃないですか。だけどそっちの方が高いっていうのは、要は最終的にはあんまりきっちりはめ込むんじゃなくてこう塗るみたいな感じになるんで、ただその塗ったところがあまりにもバラバラではなくてやっぱコントロールされてるものの方が良いので、やっぱりそうですね、書道家の人でですね、やっぱりお話聞いてるとどういう練習するんですかって言ったら、とにかくね1とか丸とかね、そういうのを自分が思った通りににじむようにずっと練習していって、コントロールの練習をして、で最終的に頭に浮かんだそれをにじむところまで考えてちゃんとこう表現していくっていう練習をするんですね。もうすごいドラムとかって似てるんだなと思って、なんか適当じゃないんですね、やっぱり上手い人っていうのはね。というわけで、すごくコントロールされてて、なおかつその枠にはまらないところに至るっていうところが、要は枠も分かってるけどそれをあえてこう上で塗ってしまうっていうところが、やっぱりこれが素敵だなというふうに僕も感じるので、そういうふうに練習しています。ということで、本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。